おはようございます。アナンダです。日潟にねやってきました。今日はですねかなり早く日潟に来たので、なんか日潟が全然出てないんですよね。水がまだ引いてないですね。これくらいの時間で来るのがね一番いいんですよね。ギリギリになってくるのはちょっといろいろと危ないのでね。この水の底に魚がいるんですけど、マハゼだと思いますね。1センチとか2センチとかそれくらいですね。よし、行っていくか。この辺から行っていきますか。ハマグリが取れました。何センチくらいだろう、4センチくらいですかね。まあリリースということにしましょうか。これはね、私はリリースすることにしているサイズです。よいしょ。潮吹き貝ですね。これはハマグリじゃないかな。なんかつるんガツンつるんとなんか当たったんですよね。ハマグリの殻は身がつるつるしているので、この掘る道具ねじり釜ですね、これが当たるとこうつるんってね滑ってね、ハマグリだってわかるんですよね。取り出してみましょう。そこそこサイズだな。ハマグリです。サイズをね測ってみようと思います。こちらね1センチごとの目盛りをつけた熊手になります。サイズは 5.5 センチぐらいですね。まあそこそこサイズといったところでしょうか。持ち帰ります。取れましたね。これがねこれでエイって入れた時にねつるんって滑るとハマグリがねいたっていうことが分かってね気持ちいいんですよね。これはオキシジミですね。あんまり美味しくないんですよね。ちょっとまた土の中に帰ってもらいます。よいしょ。あ、いたいたいた。ハマグリですね。あ、違う。殻だ。ハマグリの殻でした。中身がない。はい、やられた。勘違いです。あ、これね、このツンツンカンカンっていう音はこれもハマグリですね。ハマグリ確定ですけど、サイズはどうですかね。ちょっと微妙ですかね。ギリギリ5センチいくかいかないかというところ。このサイズは最近そしてこれはリリースするかな。これね、ホンビノスが出てきましたが、サイズは、まあそこそこサイズですかね。だいたい6センチぐらいですかね。よし、ちょっとこうやってこれね、持ち帰ろうと思います。これ、潮吹き貝ですね。今日来ているポイント、主に3種類の貝が取れるんですよね。この潮吹き貝とホンビノスとハマグリですね。でもこれ結構潮吹き貝の型がいいんですよね。この間これを茹でて干物にして食べたらすごく美味しくて、潮吹き貝はなんだろうな、砂抜きが難しくてですね、弱いんですよね。でなんか一晩経ったらあれみたいな感じで、ハマグリとかホンビノスみたいに強くないということでね、ちょっとね、やるときはもうちょっと結構、ね、気合い入れてね、なんかやらないといけないみたいな感じがしますね。ちょっとリリースします。いや
や本当本当本当ね、潮吹きが本当美味しいんですよ。しかもあんまり狙われてないから、まあ、結構取り放題と言いますか、まあ、狙うことができるんですけども、どうしてもねサイズ感で言うとハマグリはねホンビノスの方がでかいので、あ潮吹きかとかって思っちゃうんですよね。いた、これ出ましたよ、これ、はい、ホンビノス貝ですね。おいいじゃない、いいサイズです。7センチいったかなっていうぐらいのサイズですね。まあ、今ね潮がねどんどん引いているので、まあ、貝がどんどん取れ出すとそういうことになりますね。まあ、よし、ちょ頑張って取っていきます。マグリだ。そこね、ちょっと小さいんでねリリースします。出ました、このガリガリした感じはねホンビノス、ホンビノス貝ですね。6センチはねいってますね。よし持ち帰ります。ちょっとあいたいたいた、ここにもいますね。おーし、これもねいいサイズですね。あこれハマグリいいサイズかな。これホンビノスだ。よし、あこれはこれホンビノス貝が取れましたけども、これはちょっと自分的にはリリースサイズかなと思ってねリリースするサイズですね。ホンビノスはほら大きくなるんで、まあ、大きくなって取った方がね楽しいじゃんと。あとね実際問題ね、たくさん取れちゃうとちっちゃいのの扱いがめんどくさくなっちゃうんですよね。まあリリースします。ちょっと待って、いた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 、これこれでかいっすよ。はい、こちらねホンビノスなんですけどもね、こうやって触ってこうね動かしてみるとなかなか動かなかったらね、それは本物だということがわかるんですよね。取り出してみましょう。でっかい、でかいっす。おほおほだよな、おほほほってなっちゃうんですよね。まあこういうねでっかいのが取れるなら、まあちょっと5センチぐらいのはリリースしようやと思うわけですよ。ちょっとサイズ測りますかね。いやこれいいっすよ、これ9センチいきましたかね。やったー、こうねずしっとくる感じ。そうホンビノスはね、こういうサイズが割とまあ取れますからね。ハマグリで9センチは相当厳しいですけど、これはいいんだよな、こう手にずっしり重いですからね。いやーたまらん。そうそうだ、本当はね、まあそうそうこういうのが5、6個取れればもう満足じゃないですか。そしたらね、そうなんかまあまあまあ 5センチぐらいのホンビノスとか4センチのハマグリはまあリリースするっていうのがね、まあなんか、まあなんだろうな、1年後とか来た時にもね、また楽しめると、まあ、そんな気がするんですよね。よいしょ。すげえ、めっちゃ気持ちよかった。はい、また取れましたね。取れました。これもね、そう、6センチぐらいあるんですけど、サイズ比べちゃうと、これとかね、そう、微妙とかって思っちゃうわけですよね。こっちの方がいいじゃないと。これあれですよ、ホンビノスじゃないですよ。この黒いテカテカした光沢はハマグリですね。5センチぐらいといったところでしょうか。ん、何センチぐらいだろう。これもね、はい、これあ6センチいってますね。いいサイズじゃないですか。これならね、これならね持ち帰ってもいいかなと思います。お、いたいたいた、いきなり出たぞ。これもでかい。うわぁ、8センチぐらいいったかな。
すげえ、今もうなんかもうめちゃくちゃ狭い範囲でどん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 取れてんだけど、はい、これ多分8センチぐらいですね、うん、これもずっしりくるサイズです。ハマグリがね出ましたね。よし、5センチぐらいかな。よし、持ち帰ります。日差しがめちゃくちゃ強いですね。まずい、今日なんか曇っているなと思って全然準備してこなかったんですよね。帽子もかぶってないし、なんかあの腕とか首とかにもね、顔にもクリーム、日焼け止めクリーム塗ってないんですよね。視聴者の皆さんはあのこれからの季節の潮干狩りは暑いのとあの日差しが強いのと、その2点をね十分ご理解いただいて干潟に来ていただければなと思います。出た、よし、はい、これ、ね、6センチぐらいのホミロスが取れました。おお、はい、というわけでね、今日の取れた貝はこんな感じですね。これですよ、これ。確か9センチだったかな。でっかいホミノス取れましたよね。そう、こういうでっかいのがね、1個取れればもう満足とはいかないのがね、消費量の恐ろしいところですよね。他かな、ホミノスは8センチから6センチぐらいと。ハマグリも何個かね、取れました。いやー。取った時間はだいたい1時間ちょっとなんで、もうずっと通りてたみたいな感じでね、すげえ楽しかったです。しっかり帰ろうかな。いやー面白かった。はい、というわけでこちらがですね、数日間砂抜きをした貝になります。ホミロスですね、こちらね。これね、大きかったやつですね。こっちね、ハマグリになりますね。ハマグリ6個ですね。だいたい5、6センチですかね。というわけでね、まずはね、これをお鍋で加熱して殻を取ります。だいたい茹で上がりました。今から殻を外していきます。こちらね、殻を取った貝になりますね。ここに合わせるのはですね、ニンニクですね。ここにですね、油を入れていきます。加熱します。美味しそうな感じになってきましたよ。ここに醤油を入れます。これでちょっと加熱したらね、完成です。はい、貝のニンニク炒めが完成しました。食べてみましょう。貝のニンニク炒めですけど、めちゃくちゃ美味しいですね。大成功です、これ。まずですね、貝の旨味がすごいね、ジュワーって貝から浸透してくるんですよね。まあ、あとですね、まあ、貝の匂いがね、一切しないですね。まあ、ニンニクをね、ちょっとね、たくさん入れたのがポイントかもしれません。あとですね、最後にいた醤油で、なんかこう、なんだろうな、でちょっと焦げた感じになって、貝の表面にね、なんか旨味がね、くっついてる感じなんですよね、醤油のね。ということで、これもね、もっと食べたいですね。食べちゃいましょうか。これはですね、かなり美味しい料理を、なんか、開発しちゃったかもしれないですね。これ本当に美味しいです。なんだこの、干潟の泥臭さがね、ニンニクのおかげで完全に消えるんですよね。まあどうしてもね、取った場所によってはなんか匂いが強いなというね、場合があるんですよね。まあただ今回ですね、ニンニクとあの油ですかね。油も意外と効いてるのかもしれないですね。まあということで、いやこの匂いがね、もう抑えられてて、まあ、あとはね、だから残るのは旨味だけということになるんですよね。で、豆はもともと強いから美味しいということになります。ですね、油を結構ね入れすぎちゃったかなと思ったんですけど、まあ、これくらい入れてもいいのかもしれないですね。まあ、あとはですね、仕上げにバターなんかをのせたらいいのかもしれないですね。のせちゃうか。バターをね切ってきました。ちょっとバター溶かします。
また音がします。なんかじゃあいただいてみましょう。バターすごいですね。大正解。これも今日すごい、なんか今日の料理めちゃくちゃ成功してますね。これあれですかね、胡椒とか唐辛子なんかを入れてもね、なんか味がちょっと変わってね、美味しい感じになるかもしれないですね。いやー、これ美味しいな。でも今回大成功でね、良かったです、まあ、ということでですね、動画の方がね、この辺で、まあ、おしまいということにしたいと思います。これいつもね、動画をご視聴いただき本当にありがとうございます、チャンネル登録や高評価ですね、動画を見た感想などね、コメントでお待ちしております。またね、次の動画でお会いしましょう。さようなら。